どうも、セイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。このチャンネルでは、自然体で愛されるをテーマに人間関係や考え方についての発信を行っています。今回の動画では、心が疲れた時こそ、疲れることが大事というテーマで解説していこうと思います。よく会社員や学生の人が持っている悩みとして、精神的に辛いとか、何もやる気が起きないといったものがあります。 こういうのって、掃除て心の疲れから起こっているものなんですけど、多くの場合、こういった心の疲れに対して、誤った対処法をしてしまう人が多いんですよね。特に、心が疲れたなって時にやりがちなこととして、家でゆっくり休むというものがありますけど、大抵そういう時ほど、だらだら YouTube の動画を見続けてしまったり、SNS をぼーっと見続けたりして、帰って疲れを増長させてしまったりするんですよ。 心が疲れている時って人はより自分が疲れてしまう選択をしてしまうんですね今回の動画では心が疲れてしまった時に自分のエネルギーを回復させて気分を上げていくための方法について解説していきますもし心が疲れやすいとかなんだかすぐに無気力になってしまうって人は最後まで見て参考にしていてもらえたらなと思います まず、どうして人は精神的に疲れてしまっている時ほど余計に自分が疲れるような選択をしてしまうのかということについて考えていきましょうあなたも普段会社や学校で疲れて帰ってきた時ほどなぜかだらだらとスマホをいじってしまったりテレビを見続けてしまったりなんてことがあるんじゃないかなと思いますどうしてああいう一見無駄で非合理的なことをしてしまうのかというと結局のところ 自分のエネルギーが下が下っっててしまっているからなんですよね。ここで言うエネルギーっていうのはカロリーとかの方ではなくて精神的な栄養分のことを指しています。よく全然体は元気なんだけどなんだか気分的に何もする気にならないなみたいなことってあると思うんですけどああいう時に足りていないのが精神的な栄養分であるエネルギーなんですねでこの精神的なエネルギーが下がってしまっている時って自分の体が何をしようとするのかっていうと 必死に身体的なエネルギーとのバランスを取ろうとするんですよだから心はすごく疲れているのに夜更かしして SNS をずっと見てしまったり YouTube をボーっと眺め続けたりしてしまうわけですそうやって少しでも体を疲れさせようとするわけですね精神的に病んでいく人ってこの 精神的なエネルギーと身体的的ななエエネネルルギギーーのバランスが悪い人です。精神的なエネルギーばかり使ってしまって体を動かしていないから体が精神状態に合わせて自分のエネルギーを使おうとしてしまってゆっくり休むっていう選択ができなくなってしまうわけですねだから精神的に疲れている時ほど眠りが浅くなったり不眠症になったり寝起きに体がだるくなったりしてしまうんですよそれは身体的なエネルギーが消費されていない分 体が自分を休みきれていないからなんですね。僕が知っている学習塾では、勉強の合間にみんなでウォーキングを行っているんですよ。ウォーキングをすることで、精神的エネルギーと身体的エネルギーをバランスよく消費することができるわけですよ。逆に、ずっと部屋の中でゲームや勉強をしていると、頭を使ったエネルギーは消費されていくんですけど、 体のエネルギーは消費されていかないので寝ても寝ても眠たかったりなんだかだるくなってしまったりするんですね最近は特にデスクワークが多かったりスマホで常に人と連絡し合っていたりして精神的なエネルギーを酷使するのが当たり前になってきています実際スマホや SNS って精神的に非常に不健康であることが分かっていますからねだから大事なのはその精神的な疲れが発生している時ほど 自分の体も動かしてあげることなんですよ身体的エネルギーを使ってあげることで体はしっかりと休息を取ろうとするようになって睡眠の質がぐんと上がって結果的に心も体も超回復すするんですね僕もパソコン仕事をし始めると結構長時間パソコンの画面と向き合うことが多いのでたまに休息して運動するようにしています 外を少し歩くとか縄跳びするとか家の中で足踏みするとか <laughs> これをすることで頭に集まってしまった血液が体中に巡る効果もあるし身体的なエネルギーを消費することで休憩する時の回復力が高まっていくので結果的に心の疲れも解消されていくんですよ心が疲れている人ほど精神にばかり負担をかけてしまっているので全体のエネルギーをバランスよく消費して回復力を高めていくってことが大事なんですね 心が疲れた時ほど、あえて運動する。これ、かなり効果があるので、ぜひ実践してみてほしいなと思います。でちなみに、今回の話のように、エネルギーが切れてしまったら、人は誤った選択をしやすくなったり、非合理的なことをして、人から嫌われる行動や発言をしてしまうわけなんですけど、これをしてしまっていると、当然、人間関係って悪化していきます。多くの場合、 人間関係に問題を抱えている人ってこのパターンに陥ってて別に性格が悪いから嫌われているのではなくエネルギーをうまく扱えていないから結果的に人から奪おうととししてててまっっ問題が発生するってことなんですねお腹いっぱいの時とお腹ペコペコの時とではご飯を見た時の食欲の衝動って全然違うじゃないですか。 ペコペコな時ってどうしても目の前の食べ物にかぶりつきたくなりますよねそれと同じなんですよだから大事なのは常に自分をペコペコな状態にしないことでエネルギーをしっかり貯めて漏らさない選択をしていくことなんですね僕の LINE コラムではエネルギーを無駄に消費しないためにどういう人との接し方をしていくのが大事なのか 人は無意識に何をして自分のエネルギーを下げてしまっているのかっていうことを人間関係の考え方とともに詳しく解説しています今まで人間関係がうまくいかずに悩んできたとか自分に自信が持てず人とうまく関わらない人生を生きてきたって人は新しい視点が手に入る面白い内容になっていると思いますのでぜひ動画説明欄から参加して日々のコラムを受け取ってもらえたらなと思いますってことで今回の動画では心が疲れた時こそ 疲れることが大事というテーマで解説させていただきました心が疲れている時ほど人はダラダラと夜更かしをしたり余計なことをしてしまいやすいけどその理由は身体的なエネルギーが消費されずに精神的なエネルギーばかりが消費されてしまっているからなんだよっていう話でしたねでそのエネルギー消費の偏りをなくしていくために心が疲れた時ほど運動をして体のエネルギーも消費してあげることが大事なんだよってことも話しました よく運動することは精神衛生上非常にいいなんてことが言われますけどその理由が今回理解できたのではないかなと思いますぜひ参考にしてみてくださいってことで今回の動画はこの辺で終わりにしておこうかなっていうふうに思うんですけどこのチャンネルでは自然体で愛される人になっていくための知識を人の心理やパターンを分析するってことをしながら解説していってます 僕の理想は自然体で周りから愛されながらもただ愛されるだけではなく自分たちが関わる人たちを笑顔にしたり心を軽くしてあげられたりってことができるようになっていく状態を目指しています自分と自分の周りの人たちの笑顔を作っていけるような人をどんどん増やしていって世の中から無駄な批判とか暴言とかそういうものに傷ついていく人を減らしていくのが目標です そういうテーマを軸に僕はこれからもどんどん今回のような動画をアップしていきますので僕たちの思いに共感したとか一緒に進んでいきたいっていうふうに思ってくれた方はぜひチャンネル登録をして仲間に入っていただけたらなと思います。ではでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。セラでした。ありがとうございました。